2022年5月18日です。で、私55歳でね、一旦サラリーマンをね辞めたんですよ。で、1年間ほどね、ちょっとインターネットの仕事をしておりまして、で、まあその後また運送業界に帰ってまいりましたけどね、まあ1年間いい勉強したなと、いい修行したなと人生をね、一遍リセットしましたよ、55歳でね。で、56の夏か、安いね、運送業界戻ってまいりましたけど、もう戻ってちゅうかねまあこれしかやることねえなと、で戻ってまいりましたけれども、でその時にね、苦労したこと、まあズバリですね、体力が落ちたなと思うんですよ。ちょっと暑いからクーラーつけてやろう、これはね。56歳で、まあ今の会社入りましたけどね。で、その前にですね、まあ2回ほど、運送会社経験しましたけどもね、まあその中で体力ですね、体力の衰えを一番感じました。はい。で、私が一番元気が良かった頃、20代、30代ですね。には、おそらくですね、その転職した時に、最初にやった、まあドラッグストアの配送なんですけれどもね、まあカゴ台車なんですよ。まあカゴ台車で、まあパワーゲートで積んだり下ろしたりするんですけれども、で、その、カゴ台車がね、まあ、重いのなんのって、まあ、軽いのはね、すごく軽いのがあるんですけど、まあ、重たいのなんのってね、それを、まあ、移動さすのにね、かなり体力が消耗したと、いったところでね、2、30代の頃ならね、そんなものはヘロカッパでね、ふふんと鼻歌混じりでできたんでしょうけれども、で、あと、なんちゅうんでしょうかね、容量も悪い。容量をね、得たら、まあ、なんちゅうことはないんだと思います。で、私のね、一つ年上のね、年配の方が、その人もね、私より身長が低くてね、私158なんですけれども、まあ、その方ね、おそらく162、3ぐらいかな。5センチぐらいは低いんじゃないのかなと。そういった方もね、まあ、バリバリね、やっていたんで、今もね、まだ、継続してやられていると思います。で、元気のいいおじさんでしたけどね、とっても面白くてね、話をするのに。で、その、まあ、そのカゴ台車をね、移動さすのも、結構ね、体力はいりましたね。はい。で、まずはね、体力が衰えた時に、その体力がいる仕事っていうのはね、
やっぱり向いてないなと思います。これもね、個人差があると思うんですけれどもね、いくらね、50歳、60歳でも体力に自信のある人はね、そういった仕事の方が俺は面白いよという方がね、いるんですよね。そういう方にはね、向いてると思います。でも多くの方はね、やっぱりきついですよ、体力のいる仕事っていうのはね。そんな中で運送業界に関わって、例えば手摘み手下ろしをする、かなりきついですよ。よっぽどの覚悟がないと、ほんとね、すぐ挫折してしまいます。で、運送業界はね、よく給料はいいだろうとかね、で運転ばっかりで楽だろうと言われますけれどもね、全然そんなことはないんですよ。はい、そりゃそうですよ。なんで給料がええかっちゅうのよく考えてみてください。第一にですね、なぜ給料がいいかっていうことは、誰もそんなね、きつい仕事をね、やりたがらないからですよ。それなりの報酬、お金を出さないと運転手が来ない、そういったこともね、あり得るんですよ。で、危険だとか汚いとかね、そういったものはね、やっぱりやりたがりません、人がね。で、ある程度ね、お金を出さないと来ないんですね。で、私よく言うんですが、お金に釣られてその会社入っちゃダメだよと。あ、運送業界でも何の仕事でもね、そうだと思います。土木作業だろうとね、まあ交渉作業だとか飛び職だとかね、結構危険な箇所がありますよね。作業現場というかね、外の仕事は割と危険なね、ところがね、多いんですよ。高所作業なんかね、もう3メートル、そんなとこからね、落下しても死んだりしますのでね。まあ2メートルでもね、下手すりゃ骨折だとかね、します。はい。で、今外でね、外で生コン車がね、まあ川土手で、まあ、作業しましたけれども、で、ユンボもね、おりましたけれども、それとさ、外の作業現場でもね、足場は悪いし、雨が降れば滑るしね、危ない箇所がね、たくさんあります。で、そんな仕事っていうのはね、まあ割と給料はね、いいと思います。まあ逆にね、いや給料安いよというところもね、確かにあると思いますけれどもね、まあ大体にそのお給料をね、いいところは危険な、それとかきつい仕事がね、多いです。はい。で、次にね、まあ体力の他に覚えることがたくさんあるとね、なかなか覚えられませんよ。もう50歳過ぎたらね、なかなか頭に入らない。で、すぐね、覚えられないですね。だから私はね、新人さんを教えるときにはですね、まあ、20代、30代なら、まあ、そうでもないのかなと思いますけれどもね、やはりその、50代だとか、60代だとかの人はね、まあ、40代もそうかな。メモ用紙をね、持ってきてくださいと。なかなか口頭じゃ覚えられないから、メモ用紙を持ってきてねと言ったことをね、よく言っております。で、まあそのほとんどの方はね、持ってきてくれます、メモ用紙をですね。で、なかなかね、さっき言ったことでもね、ああどうだったのかなと覚えられる、忘れてしまいます。私もね、ちょくちょく、まあこの前の免許証を会社に忘れたじゃないけどね、ね、ちょっとしたことで忘れてしまうんですよね。まあ、それが、まあ、50代60代になったらね、すぐ忘れてしまうんですよ。まあその辺がね、苦労します。はい。で、トラックの運転はね、
もう何年何十年と運転していたらね、まあ初っ端はねブランクが例えば1年ある2年ある5年あるといったところでもね、まあ1日2日乗ればねその感覚はね取り戻せます。私もね 10年以上乗ってなかったですね、大型トラックで。まあ最初は怖かったですよ、やっぱね久しぶりに乗るから怖いなと。自分こんな大きい車で関東や関西バリバリ行ってたんだよな、東名高速名神バンバン走ってたんだよなとかね思っちゃいましたけれども、でも1日2日ね乗ってみるとすぐね感覚は取り戻せて、まあ今はね、まあ昔ほどではないですよね。はい、まあまあ乗れるようにはなれましたけれども、やっぱね視力目の方がねやっぱどうしても劣れます。だからねスピードは控えめにして車間距離も長めに、もうね抜いていく車はどんどん抜いてください、はいはい、どうぞ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 私の前に行ってくださいといったね気持ちで毎日やっております。はい、おかげでもう無事故無違反がねもう12年、まあ12年ですけども、まあ事故に関してはですねもう30数年やったことはありませんけれども、まあそんな中でも事故との背中合わせの我々の仕事ですからね、毎日毎日俺は絶対に事故をしないんだ、絶対事故をしない、今日も事故をしない、明日も事故をしないといったような気持ちでね毎日業務に当たっております。はい、そういったところで皆さんのお役には立たない内容でしたが、今日もざっくばらんに話してみました。それではこれから暑くなります、鬱陶しい梅雨にも入りますけれども、日々安全運転に気をつけていってらっしゃい、バイバイ。